あれ、お城での用事はもう済んだの？ちょっと気になって調べたい場所があるだけで、別に急いでるわけじゃないよ。君が準備できたらでいいからね。うん、安心して。ここを離れてどこか遠くに行ったりはしないから。無事を祈ってるよ。あれ、山柄ってこうおるので合ってたっけ？ニーロさん、さ、こっちよ。先に乗ってちょうだい。ありがとう、ナビアさん。でも私は別に空中列車に乗らなくてもいいんだけど。あれ、高所恐怖症？別にそんなことは。じゃあ大丈夫ね。もし怖かったら私の手をギュッと握ってていいから。それでも怖かったら両手を貸してあげる。よそじゃこんな不思議なもの見られないんだし、思う存分楽しまないと損でしょね。うん、確かにそうだね。大きな円を描いて、ふう、よし、準備完了。行こっか。衛兵隊長、何か私めにできることはありますでしょうか？なぜそのようなことを聞く？国王陛下から、いえ、あの気高きボスから身近なものを助けるように言われたのです。衛兵隊長が今一番近くにおられるので。申し訳ありません、この場を和ませようと思いまして。であれば住民たちが何を必要としているか確かめに行くのはいかがでしょう？そうだな、ではついてこい。